さあさドレスに着替えて世界一のお姫様踊りましょう。はあ眠、ちょっと宿直室で昼寝でもするかな。あれ金の一人黒沼は？黒沼っちだったらお花に水あげなきゃって言って屋上に行ったよ。私も手伝おっかって言ったんだけど、なんか一人で行きたそうだったから空気読んだ。あーわかるわかる、なんかたまに一人で水やりに行きたいって言うよな。ほんと変わったやつだよ黒沼は。ねえねえ大地、黒沼っちとどこまで行ったの？言っとくけど私結構心配してるんだよ。黒沼っちカエル化現象だったっけ？そんなのもあったし。心配しなくても俺たちの仲はいい感じだよ。それに別に焦ってそういうことをしなくてもいいだろう。それはそうかもしんないけど、あんたたち付き合ってるわけじゃん。あんまり先延ばしにしちゃったらいろいろマンネリ化しちゃうよ。黒沼っち結構気にしてたし、今の黒沼っちだったら大丈夫。大地襲っちゃいなよ。バカなんだよ襲うって、俺たちは付き合ってんだよ。俺は黒沼に嫌われるようなことは絶対したくないの。ふーん、黒沼っちの部屋で手出そうとしたくせに。それはたまたまそういう雰囲気になっただけで。とにかくお前に言われなくっても俺たちは俺たちのペースがあんの。それに俺だって何も考えてねえわけじゃねえし。こんにちは、お花さん。最近お話できてなくてすみません。どうですか？学校にも慣れてきましたか？屋上は日の光もよく入ってくるので、お花さんたちはすごく気持ちいいと思います。では今日の議題なんですけれど、この間私が買った同人誌のお話なんですが、今回は久しぶりに書太系の本を買いまして。いたいた。おい、黒沼。やはり初太でしか得られない養分がありまして。黒沼、誰と話してんだ？ああ、これはもう望月くんいらっしゃったのですね。今日はお日柄もよく。ああ、何そんなに慌ててんだ？今ちょっと時間ある？黒沼にさ、今度のデートの予定聞きたくって。あ、はい、大丈夫です。もう水やりは済んだので。ふう、危なかったです。さすがに望月くんに花に話しかけてるなんてバレたら、さすがに惹かれる気がします。黒沼、どっか行きたいとこある？そうですね、私は望月くんと一緒だったらどこだって楽しいです。そっかそっか、ありがとう。最近は学校帰り以外もデートするようになって嬉しいよ。あのさ黒沼、よかったら今週の土日お泊まりしね。はい、大丈夫ですよ、土日なら空いてます。お泊まりですか？初めてで楽しみです。ん？お泊まり？お泊まりですか？望月くん、お泊まりというのは0時を超えて一夜を共に過ごすということで。そういうこと。俺もっと黒沼と一緒にいたいんだよ。でもさすがに泊まりってなると黒沼のところの親も心配するかなと思って。まあそれ以前に黒沼が嫌な可能性あるしな。いえいえそんなことはないのですが、私もいい加減望月くんの期待に応えないと。わかりました、きちんと親に許可を取ってくるので少々お待ちください。いただきます。姉ちゃん最近変わったなとか思ったけど、やっぱり家にいるときは姉ちゃんって感じだな。どういう意味？私は何も変わってないわよ。だってさ、金野さんとか望月くんにそんな姿見せたことないでしょ。家ではいっつもジャージ姿でなんかよくわかんない漫画ばっかり読んでるし。でもママ嬉しいわ、貞子が男の子のお友達ができるなんて。さすがにその望月くんが彼氏だなんてまだ家族にも言えないです。そうだ、お父さんお母さん、私今週の土日泊まってきてもいい？あら珍しいわね、どこに泊まりに行くの？あんまり遠いところはやめときなさい、心配になるから。大丈夫、桜町から出たりはしないから。何、もしかして金野さんたちとお泊まり？いいな、俺も連れてってよ。貞子、お前まさか男の子もその中にいるんじゃないだろうね？
いるよ、望月くんっていう超かっこいい男の子。あんた余計なこと言わなくていいの。ダメだぞ貞子、いくらなんでも男の子とお泊まりなんて何があるか。いいじゃない貞子、行ってらっしゃい。土曜日はじゃあご飯いらないわね。母さん何言ってるんだ。貞子がもし何かあったら。あなた心配しすぎなのよ。それに貞子が男の子と遊ぶなんて生まれて初めてよ。っていうことは貞子が選んだ男の子ってことでしょ。貞子、今度望月くんも一緒にご飯食べましょうって言っといて。ダメだダメだ、その前に貞子を食べようってか。けしからん。本当にあなたうるさいわね。貞子も女子高生よ。しかしだな、清きお付き合いは順序というものがあって。あのごちそうさま。あの空間が恥ずかしすぎます。とうとうこの日がやってきましたが、これはなんともゴージャスなホテルですね。それじゃあ行こっか。予約してるしチェックインしとこうぜ。どうしましょう。さすがに緊張で心臓が。いらっしゃいませ。ざます。予約していた望月です。はい、伺っております。望月様でございますね。どうぞ、お部屋の準備はできております。階段を上がって2階のお部屋になります。ざます。ありがとうございます。黒沼、行こう。あらあら、お二人とも緊張してて可愛い。ざます。なんでしょうか。これは時計ですか。愛の時間は無限大というのを表したいのでしょうか。黒沼、何してんだよ、早く来いよ。ここが俺たちの部屋だって。へえ、こんな感じなんだ。見ろよ黒沼、テレビあるぜ。一緒になんか映画でも見る。そうですね、そうしましょう。なんだか気まずいですね。いつもみたいに楽しく振る舞えないです。いくら望月くんには慣れているとはいえ、やはり私はこういった経験がないから。黒沼、緊張してるよな。やっぱ俺がリードしないと。でも前みたいにもし拒否られたりしたらどうしよう。いや、余計なことを考えるな。黒沼だってせっかくお泊まり OK してくれたんだ。今日は俺たちの関係がもう一歩進むところだ。あのさ黒沼、シャワー浴びてくる。シャワーですか。確かにそうですね、汗もかいてますし。言っとくけど変な意味じゃないからな。俺より先にお風呂とか入っといた方がいいかなと思って。ほら、男の後ってなんか嫌だろ。わかりました、それでは先に入らせていただきます。はあ、いよいよお風呂を出たら私たちとうとう。でもどうしましょう。私経験がないから、もう望月くんに変なことを言ったり嫌われたりしないでしょうか。大丈夫、落ち着くのです。同人誌を思い出す。本の通りにすればいいんです。しまった、私が読んでる本、男かける男が多いです。よし、覚悟は決めた。行くぞ。あれ、黒沼何してんの。いえ、そのどれぐらい回転するのかなと思いまして。何やってんだよ。黒沼、怖くなったら言えよ。俺はさ、別に黒沼とそういうことがしたいから泊まりたかったわけじゃないからさ、ずっと一日中一緒にいれることが嬉しいんだから。びっくりした。黒沼、望月くん、はしたない女だと思われるかもしれませんが、私は望月くんとそういうことがしたいです。黒沼、俺すっげー嬉しい。やっぱり前みたいに拒否られたらどうしようかなって思ってたんだ。ただ望月くん、その私いろいろと初めてなもので、声も可愛くないですし、他の女性の方みたいに可愛い仕草がわかりません。バカ、何言ってんだよ。そういうところが一番可愛いんだよ。望月くん、疲れたのでしょうか。寝てしまいましたね。
でも私本当に今幸せです。人に愛されるというのはこんなにも幸せなんですね。望月くん、勝手ながら初めて記念撮らせていただきました。これからもずっとよろしくお願いします。動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。 Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるから、よかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。